おはようございます。ルーティン動画結構やってきたんですけど、今日はライバーとして活動している私の配信者の一日をお送りしたいと思います。ライバーは何ぞやと思う方は動画概要欄をチェックしてみてください。歯磨き洗顔していきます。この日顔色がめちゃくちゃ悪かったんで、ちょっとお化粧してますが、普段はすっぴんです。顔を洗って、こちらの化粧水と乳液で肌を整えていきます。常温の水を寝起きに一杯飲んで、コーヒータイムです。コーヒーと子犬のコシちゃん。朝は基本ブラックコーヒーです。ミルクをちょっと入れる時もあります。これからジムに行くんですけど、運動の前にブラックコーヒーを飲むと脂肪を燃焼しやすくなるみたいです。後ほど比べていただけると分かるんですけど、ちょっとやっぱり朝は疲れた顔をしてます。ジムの後はフレッシュな顔なので見比べてみてください。筋トレは女性として魅力的に見えるラインを意識してメニューを考えます。程よく有酸素運動すると肌に透明感が出ます。旬なフルーツを取り入れることが多いんですけど、運動した後なので柑橘系を多めにしてみました。クエン酸が多く含まれるので疲労回復に効果的です。ライブ配信関連の作業をしていきます。作業内容ですが、ライブ配信の視聴者さんにお礼のお手紙を書いたり、 CD を送付したり、オリジナルグッズを作ったり送ったりという作業になります。どんな配信しようとか、背景を何にしようとか、最近の流行りだったりトークテーマだったりも考えます。いろんなライブ配信を見て勉強したり、あとはお洋服をネットで購入したりもします。視聴者さんからのリクエスト曲や流行りの曲なんかを練習して歌えるようにボイトレします。練習も結構楽しいです。ウーバーのサラダです。最近ハマってるのが人参のドレッシング、あと必ずトッピングでブロッコリーとアボカドを入れます。タンパク質を取りたくてチキンサラダにしました。ライブ配信映えする服と化粧に着替えて配信スタートです。泣き泣くた小さな夢たち忘れ去ろうとして、あ
こういったオリジナル曲も歌っています。走り出すよ、ラララ、